もう敵が来た。おはよう、一緒に学校行こう。彼女の名前は古川キー。俺と同じクラスの高校2年生。見ての通りのギャルで明るくて気さく。誰に対しても分け隔てなく接するから友達も多い。そして男子にもモテる。あ、青子ちゃんだ。おはー。はよ。いつの間にか俺の背後に立っていた彼女は荒島青子先輩。こう見えて3年生だ。運動嫌いの引きこもりゲーマーで人見知りが激しい人なのだが、キーに負けず劣らずな人気がある。いわくちまちましてる感じが可愛いとのことで、男女問わず温かな目を向けられている。あ、もう3人集まってたんですね。おはようございます先輩方。おっとりした清楚美人の彼女は中田茜。一個下の1年生なのだが、この中で一番大人っぽい。実際その落ち着いた雰囲気のせいで、たまに彼女のことをお母さんと呼ぶ人がいるとかいないとか。世話好きでよく人から頼られていて、彼女も学年問わず人気が高い。そしてそんな美女3人の中心にいる男こそ、絶賛モテ期到来中の俺、つわぶきトールなのである。3人とも直接は言わないが、俺に好意を寄せているのはわかる。俺は鈍感じゃないからな。俺は罪な男だぜ。トール先輩、今日も自分の世界入ってますね。放っておこう。面白いから写真撮っちゃおう。パシャリ。 SNS にあげる。いいですね。やめてくれ。あ、もうアップしちゃった。ひどくね。彼女たちとの関係はつい1ヶ月前から始まった。キーはしつこいナンパから助けたことがきっかけで、よく話をするようになった。青子先輩は道端で行き倒れていたところを助けたことで、なんかそれ以来懐かれた。茜は捨て猫を偶然一緒に発見して、しばらく一緒にお世話した後、里親探しをした中だ。そんな感じでそれぞれと関係を築いて1ヶ月。ねえトール、今度私とデートしない？トール、今度うちの部屋に来て。トール先輩、お弁当作ってきてあげましょうか？これはもう完全にモテ期到来してるわ。だが残念なことに、俺は恋愛にうつつを抜かしている暇などないのである。俺は幼い頃に両親を事故で失い、母方の祖父母の元で育てられた。祖父母には困っている人がいたら助けろとか、そんなことを言われて育てられた。おかげで腐らず、それなりに真っ当な人間になれたと思う。だから俺はその恩返しをするために、少しでもいい老後生活をさせてやりたい。そのためにはいい大学に入って、いい会社に入って、たくさん給料をもらわなくちゃならない。そして今は少しでも勉強をして、いい大学に入るのが目標。つまり遊んでいる場合じゃないのである。ねえねえ、デートしようよ。うちの部屋来てくれないの？お弁当はいりませんか？全部オッケー。デート行く行く、家も行く行く、お弁当も食べる食べる。やった。まあでもせっかくだからね。幸い模試の判定では現状志望大学には十分受かる。ちょっとくらい遊んでも平気平気。じゃあいつ行く？うちにはいつ来てくれる？お弁当のおかずは何がいいですか？まあまあそんなに慌てるな、順番に決めていこう。チクシャ、なんであんなゴリ弁やるねんかね。気持ちはわかる。俺も今まで彼女いない歴イコール年齢だったからな。だがそんな男でもいつかこうしてモテ期は来るのだ。だから諦めるんじゃねえぞ。そんな感じで俺は調子に乗って3人と約束をしたのだった。数日後、今日はキーとデートの約束をした日である。お待たせ。俺も今来たところだから大丈夫だ。その服似合ってるな。本当？トールに褒めてもらうために頑張って選んだ甲斐があったよ。
あ、なんかデートっぽい感じの会話だ。テンションが上がるぜ。これからドキドキワクワクなデートが始まるのか。手とか繋いじゃったり、いつ繋げばいいんだろう。俺から繋いだ方がいいのかな。あ、想像したら手汗かいてきちゃった。それじゃあ早速繋いじゃおっか。え、もう？デートってそういうもんなんですか？はい、これ。あれ？ずっと一緒だよ。この時、俺は気づくべきだった。キーがやばいやつだということに。ねえ、トール、この服可愛くない？あ、うん、そうだね。うん。あのカップル手錠でつながってるわ。あら、そういうプレイ？気まず。あの後、キーが行きたいところがあると言ってショッピングモールに来たのだが、めちゃくちゃ気まずい。めちゃくちゃ人に見られる。当たり前だ。ショッピングモールで手錠でつながった男女を見たら3度見くらいする。ちょっと試着室で着替えちゃおうかな。それじゃあこの手錠外してくれないか。やだ。確固たる意志を感じる。手錠でつながってるから一緒に入らなきゃだね。入らないよ。入らなきゃだよ。入らないだろ普通。入らなきゃだよ。いやいやいや、入りたいと言いたまえ。把握した。こいつはやばいやつだ。やばさで例えると、付き合う前は優しかったのに、いざ同棲とか始めたら暴力を振るってくる DV 彼氏みたいなやばさだ。今すぐここから逃げたいな。今逃げたいなとか思わなかった？目のハイライトはどうやって消してる？カラコン。今そういうのを売ってるんだ。そうしてデートは進み、そろそろ帰ろうかという頃合い。もう帰るか。ダメ、もう絶対に返さないよ。え、私はずっとこの時を待ってた。トールと二人きりになれる時間をずっと我慢してたんだから。私、え、もうトールは私のものだから。私だけのトールだから、絶対絶対返さない。トールも私と一緒にいれて嬉しいよね。ねえ、これ断ったらどうなっちゃうんだろう俺。ねえトール、嬉しいよね。もちろん嬉しいに決まってるだろう。トール、これからはずっと一緒だ。トール、目をつむってくれ。あ、そんな、私まで心の準備が。え、え、じゃあ俺帰るな。どうやって手錠を。キーがデート中、しきりに服のポケットを気にする素振りを見せてたからな。つまり、そこに大事なものがあると推測ができる。でも、貴重品は全部バッグから出してた。つまり、ポケットに入る大きさで、かつ肌身離さず持っておきたい大事なものが入っているとなると、手錠の鍵じゃないかなと思ってな。あとはちょっと小芝居を打ってポケットから手錠の鍵を奪い取るだけである。あ、私を騙したの？逃がさない。トールは私とずっと一緒にいればいいんだ。そうしてなんとかキーから逃げ延びた俺は怖かったな。あれが世に言うヤンデレなのかと思いつつ勉強して寝た。翌日、今日は青子先輩との約束のため彼女の家に来ていたが、汚な。ゆっくりしていって。できるわけないでしょ。あまりにも私生活が壊滅的すぎて、道端で行き倒れてたくらいの人だからな。前に助けた時もそれでいろいろ世話を焼いたんだよな。青子先輩の家の人は仕事で全然家に帰ってこないらしくて、いつも一人だから誰かが見てあげないと、この人は割と真面目に餓死するかもしれない。ゲームしよ、ゲーム。まずは掃除させてくれません？缶は9台。ポチポチ。やっぱり綺麗な部屋でするゲームはいい。なら自分でこまめに掃除しましょうよ。やだ。かっこたるいし。トールはうちがダメ人間だって知ってるはず。まあ知ってますけど。だったらトールがうちの身の回りのお世話をしてくれればいい。
自分でやる努力をしてください。あと俺ちょっとトイレ行くんでどいてください。ふにゃ。おや、ドアが開かない。もううちの部屋から出られないよ。え、トールは一生うちとここで暮らす。え、そしてうちのお世話をしてうちをたくさん甘やかして。いやいや、一生は無理ですって。トールがうちのものにならないならうちは死ぬ。トールならうちが冗談を言ってないってわかるはず。把握した。この人もヤバい系の人だ。大丈夫ですよ、人間そう簡単には死にません。うちの場合は小指をタンスの角にぶつけただけでも死ぬ自信がある。常にヒットポイント1の人生とかハードすぎるでしょう。回復アイテム使いましょう。でも青子先輩のことだからあながち間違ってないかも。青子先輩、俺もう漏らしそうなんでお願いですからここから出してください。はい、これ。これにしろと。大丈夫、うちもよく使うから。何も大丈夫じゃない。というか一体どうやってドアを開けられないように。瞬間接着剤をあらかじめ塗っておいてトールが来た時に閉めれば OK。 普段全く動かないくせにどうしてここでそんな行動力を発揮したのだろう。だが出口がないわけじゃない。トール、何をする気？I can fly。 え、ここ2階。 I can fly! あ、そうして俺はなんとか漏らす前に青子先輩の部屋から脱出できたのだった。翌日学校に登校したらキイと青子先輩にめちゃくちゃ追いかけられた。女の子怖い。この前は逃がしたけど今度こそ逃がさないんだから。トール待って。キュッ。まあ青子先輩は運動不足引きこもりゲーマーだから簡単に逃げられたけど、ともかくそれで周りの男子に羨ましがられたのだが変わってほしいくらいだ。それにしてもキーに引き続き青子先輩までもまさかヤンデレヒロインだったとは。もうなんかモテキとか色恋とかゴリゴリだぜ。あかねには申し訳ないけどお弁当を食べるという予定はキャンセルさせてもらおう。そう思って2人に見つからないようあかねに会いに来た。あ、トール先輩、ちょうどいいところに。え、これお弁当です。ぜひ食べてください。キラキラ。ダメだ、言えない。まあお弁当を食べるくらいは別にいいよな。それじゃあいただき。トール先輩、咀嚼する前に寝てませんでした？でもちゃんと寝てくれたみたいですね。そんなに食べられないよ。なにゃなにゃ。なんか突然ものすごい睡魔に襲われて気がついたら見知らぬ天井が。あれ、しかも俺ベッドの上に拘束されて身動きが取れない。一体これは。目が覚めたんですね、トール先輩。あかね、なんだろうな、この既視感、嫌な予感がするぞ。例えるならトイレの個室に駆け込んでいざ尻を拭こうと思ったらトイレットペーパーが切れていたくらいの嫌な予感である。なあアカネ、ここはどこなんだ？あとどうして俺は拘束されているんだ？実はさっき先輩にあげたお弁当に睡眠薬を入れておいたんです。スーフ、なんでそんなこと？先輩を私のものにするためです。お前もかよ。缶は9台。はい、トール先輩。あーん。なーなっちゃっちゃちょっと冷ましてくれませんかね。あれから俺は茜にめちゃくちゃお世話されていた。ご飯を食べさせてもらったり絵本を読み聞かせられたり、まるで赤ん坊になった気分である。思わずお母さんって呼びそうになるぜ。いいですよ、そう呼んでいただいても。私はトール先輩のお母さんになりたいんですから。彼女が俺をここに監禁した理由は俺のお母さんになってお世話をしたいからだそうだ。こいつやばいなと俺は思った。
どうして俺の周りにはヤバい女の子しかいないのだろうか。それは先輩のせいですよ。俺のせい？先輩は、何と言いますか、女を狂わせる色気があるんです。だから私も、そして先輩方もこんな風になってしまったんです。あの二人のことも知ってるのか？ええ、私たちは先輩が知らないところで、幾度となく血で血を洗う争いを繰り広げてきました。ごっくり。一体どんな凄惨な戦いを？お料理対決から始まり、おしゃれ対決、ゲーム対決などなど、それはもういろんなことをしました。仲良しだ。この前は3人で旅行しました。とても仲良しだ。そうですね。でも私たちは恋がたきですから、他の2人に先輩を取られたくない、その焦りが少しずつ私たちを狂わせていった。俺のせいってそういうことだったのか。俺の色か云々は関係ないじゃん。よかった、俺から変な匂いがするとかじゃなくて。でもなるほどな、茜や木、青子先輩がやたら俺を拘束しようとしてくる理由はそういうことだったんだな。先輩が早く誰かを選んでくれれば諦めもついたでしょう。でももう遅いんです。私たちは先輩を諦められる域をとっくに超えてしまいました。それもまた俺のせいなのだろうか。確かに3人から好意を寄せられていることに俺は有頂天になっていた。俺は3人に不誠実な態度をとっていた。その結果がこれか。悪い。まあ全部嘘なんですけどね。危なかった。拘束されてなかったらはったをしていたところだったぜ。しかし俺が3人に不誠実な態度をとっていたのは紛れもない事実だと思った。さあ先輩、つまらない話はこの辺にして、そろそろいいことをしましょう。え、何をするつもり？そんなの決まってるじゃないですか。保健体育のお勉強です。そこまでだよ。それ以上は、そしてな、先輩方、一体どうやってここへ？トールが学校早退したって聞いたけど、家に帰ってないって。そしたら、あかねちゃんも学校早退してるって言うじゃん。絶対あかねちゃんが家に連れ込んでるって思ったから、ここに来たら案の定だったよ。いや、学校終わって急いできたから、死ぬ。しかし、どうやって私の家に入ったんですか？お母さんに学校の友達って言って入れてもらった。お母さん家にいたのかよ。お母さんってば、部屋に先輩を監禁するから誰か来ても家にあげないでって言ったのに。どんなお母さんだよ。抜け駆けなんてずるいよ、あかねちゃん。そんなこと言って、キー先輩だって抜け駆けしようとしたくせに。キーとあかねが言い争いを始めてしまった。俺完全に蚊帳の外だ。あ、青子先輩、青子先輩、ちょっとこっち来て、俺の拘束解いてください。で、一緒にこの修羅場から逃げましょう。一緒に逃げる。拘束解く。よし、ありがとうございます。それじゃ今のうちに逃げましょう。それじゃトール、うちに来て。行きません。俺はそのまま3人から逃げ出した。待て！それからというもの、おとなしく捕まってトール、ちょっと話しようよ。やだ。トール、捕まってくれたらこれあげる。やだ。先輩、もう監禁とかしませんから、お話だけでもしましょうよ。やだ。3人とも毎日のように俺の身柄を拘束しようと追いかけてくる。俺はそんな3人から逃げ続けていた。だいたいなんで俺のこと諦めてくれないんだ。3人のことはきっぱり振っただろ。そう、先日の一件で俺は責任を感じた。だからチューブラリンになっていた3人との関係に答えを出した。そ
それはそうだけど、でもトールのことを諦められないんだもん。トールが振ったのは、うちたちがトールを拘束しようとするからでしょ。もうそんなことはしないので、考え直してくれませんか。やだ。そもそも、俺が3人を振ったのは、あの件が理由ではない。まあ、全く関係がないわけじゃないが、一番の理由は勉強だ。とにかく、もう放っておいてくれ。俺は誰とも付き合うつもりはないからな。そんな生活をしばらく続けた結果、ズン。先日の行われた模試の結果で、志望大学の判定が悪くなった。ここのところ全く勉強できてなかったからな。はぁ。トールがクソデカため息をついて落ち込んでる。模試の結果が悪かったみたい。私たちのせいですよね。あのさ、停戦協定結ばない？トールのため？うん、だってこのままじゃトールに申し訳ないっていうか、せめて罪滅ぼしがしたいっていうか。実際私たちのせいですもんね。わかった。ならうちらでトールの力になろう。ごっくり。はぁ。トール先輩。まあ、ああ、三人とも。今日はもう俺を捕まえに来たのか？今日はもう逃げる気分でもないから、煮るなり焼くなりエッチなことするなり、スケベなことするなり、好きにしてくれ。あ、できれば全員が一緒がいいです。欲望に忠実すぎじゃない？思ったより元気。そうじゃないんです、トール先輩。私たち、トール先輩の力になりに来たんです。俺の？私たちのせいでトールの虫の結果が落ちちゃったんでしょ。だから少しでも罪滅ぼしがしたくて。別に3人のせいじゃないさ。この結果は俺の不甲斐なさが原因だ。勉強の時間が取れなかったなんてことは言い訳に過ぎない。責任転嫁すれば心は軽くなるが、それで結果が変わるわけじゃない。そもそもの話、俺がモテ期到来なので有頂天になっていたのが最大の原因なのだから。3人は、いや、さすがにちょっとは3人にも原因がある気がするが、ともかく。だからこのことで3人が責任を感じる必要ないんだ。うち勉強を教えられる。え？これでも3年生成績もいい方、大学は推薦決まってるから余裕もある。青子先輩。私はご飯を作れます。身の回りのサポートをさせてください。あかね。あ、私は二人みたいに家事とか勉強とかできないけど、応援はできるよ。いい。うわ、私だけ役立たずだ。そんなことないさ。え？三人ともお言葉に甘えてもいいか？いいの？私たち散々迷惑かけたのに。それについては散々煮え切らない態度をとっていた俺にも原因があると思うから気にするな。今はただ3人の行為が素直に嬉しいんだ。俺のために何かをしようとしてくれることがとても嬉しいのだ。こうして俺は3人に協力してもらうことにした。翌日から俺は3人にサポートされながら勉強に明け暮れていた。ここはこの公式を使う。カキカキ。なるほど。はい先輩方、お茶ですよ。青子先輩に勉強を見てもらいながら、茜にはお茶を持ってきてもらったりなど、集中して勉強ができる環境を作ってもらっている。で、キーは？むむむ。俺と一緒に勉強していた。いわくこの前の定期試験では赤点パレードだったらしく、俺のサポートなんかしてる場合じゃないとなって、こうして一緒に勉強することとなった。はあ、私だけ何もしてあげられないなんて。そんなことないさ。ううん、だって青子先輩みたいに頭良くないし、茜ちゃんみたいに料理とかできないしさ。へこむ。だからそんなことないって。
キーが隣で俺と勉強してくれるから頑張れるんだぞ。そうなの？一人だったらここまで頑張れないさ。同じ立場の仲間がいるから頑張れるんだ。お前が思ってるよりも心の支えになってるよ。そっか、ありがとね。キー、わからないところがあったらトールに相談するといい。え、でもそんなことしたらトールの邪魔に。人に教えるというのは復習にもなるし、より理解が深まる、記憶にも残りやすい。だからトールのためにもなる。そうなんです。じゃあトールがいいなら。構わないさ、青子先輩の言う通り俺の勉強にもなるしな。じゃあよろしくお願いします。そうしてみんなで勉強を続けた結果、お前よく頑張ったな。これならもっと上の大学狙えるぞ。前よりも結果が良くなっていた。3人のおかげだな。俺今まではやたら自分の気持ちを押し付けてくる面倒な人たちだと思ってたけど、でも今回で考えを改める。3人ともちゃんと他人のことを考えられる人たちだ。俺これから3人のことちゃんと考えるよ。いいの？一回振られてるけど。私たち3人がいいなら。いいです、もちろんです。でももう前みたいなのはこりごりだぞ。うん、もう前みたいなことはしない。約束する。こうして俺は3人と健全な関係になったのである。おまけ、モテ期到来パート2。トールくん、今回の模試の結果すごかったね。全国でも上位なんでしょ？同じ学年で学園のマドンナと言われる美少女に声をかけられている。まあね。ねえ、もしよかったらなんだけど、今日一緒に勉強しない？わあ、勉強するする。本当に嬉しい。ありがとう。それじゃあ放課後よろしくね。わかった。なんでトールっていつもヤンデレにばかり好かれるんでしょうね。